おはようございます。西田航です。えー、6月4日日曜日いかがお過ごしでしょうか前日収録しております。というところで、ありがとうございます。皆さん。こちら、えー、まずは、えー、まずはこれですね。ゲーズボリューム8と、こちら、えー、写真展ゲーズ大盛況でございます。本当に。ありがとうございます。あのですね、えー、昨日トークショー開催いたしまして、え、一部と二部があったんですけど、一部の模様はね、皆様に、あのー、結構、まあ、手間味噌ながら、 あのいいトークショーになったかなと思いまして、今日のメインチャンネルの方でね、トークショーのフルサイズ、もう全部を皆様にご覧いただこうかなと思ってますまあ僕と、えー、こちらのね、アートディレクターの小池玄さんが、えー、お話、まあ2人で、まあ僕は基本的には喋りつつ、そこをフォローアップしていただくようなね、アートディレクターの目線からフォローしてもらうみたいな、そんな感じで、えー、やっているような感じなんですけれども、えー、ぜひね、ラジオ感覚で結構長尺なので、まあ40分程度、長尺なので、 ご覧いただけたら嬉しいかなというふうに思っておりますので、何卒、ぜひ、ラジオ感覚でお聞きいただけたらと思います。ということで、こちら非常に多くの方々に、えー、昨日特賞もやりまして、まあ、満席ですよ、それこそ。えー、お越しいただきまして、ご購入いただきまして、本当にありがとうございます。まだね、えっ、ー、と、こちら、えー、LIKA、えー、p r o f e s s i o n にて販売いたしておりますし、さらには、これ、さらには、さらには、 えー、こうか。す、すごいっすよね。丸2年。今3年目に突入しましたが、2年で8冊作りましたが、えー、こちら、えライカプロフェッショナルスター東京、like、での個展を記念して、全巻セットっていうところで、こちらも非常に、えー、お買い、多くの方にお買い求めいただいている次第でありがとうございます。で、これを、えっ、ー、と、まあ、今日はね、ごめんなさい。今日日曜日、そして明日月曜日、日月がですね、こちらのライカプロフェッショナルスター東京さん、 お休みでございますので、えー、私の写真展はちょっと見ることができないっていうところもございますので、しかも写真集もお休みなのでご購入いただけないというところもありますので、えっ、ー、と、また来週の火曜日かな。こちらからまた、えー、会場でも販売しておりますし、あとね、概要欄貼っておきますが、あ、でもまあどうしようかな。どっちみち対応いただけなんで、また来週の火曜日の、こちらのサブチャンネルにしようかな。火曜のサブチャンネルにて、えー、ライカプロフェッショナル東京さんの えー、メールアドですね。メールで、メールにてね、こちら、あの、あのお買い上げしたい旨、ね、住所などを記載いただいて、えー、えー、ご購入いただけますので、まあ、銀座までね、来ることができない、でも全館セット欲しいみたいな方々は、まあ、もちろんこの8だけも、えー、販売することが可能なので、そういった意味でね、あの、ぜひともこちら、えー、メールにて購入希望、 っていうところで、えー、お買い求めいただけたらと思ってますが、今日、明日が休みなんでね、火曜日また、えー、ご対応、気になっている方はぜひ、この全館セットいかついですよね。まあ僕の一つの2年の歴史が詰まっておりますし、まだまだこれからもどんどんいきますが、ぜひとも、お買い求めいただけたら嬉しく思っております。っていうことで、えー、秘宝、急水できませんでしたっていう。これだけ、えー、古典でテンション上がっているところ、<laughs> 予約はしているんですけど まあしょうがないですねこればっかりは、えー、巡りといいますかねあのー、こう来る来ないというのはその辺のバランスというのは本当にありますからそういうのは時の運というところもございまして、まあ、僕自身も結構実は言うとねいろいろと、えー、Q3 をちょっと触っている時間も若干ないよねみたいなところも実はちょっとまた別口でありまして、うん、なのでこれ全然まあし縮的なあの悔しい紛れとかでもなく本当にリアルに あ,のあ、そっか、っていう、あ、まあ、まあ、しょうがないよね、みたいな感じで、えー、考えております。ですが、いろいろと、そうだな、あの、ツイッターなどを見てると、手元にね、来たっていうご報告も,もちろん上がってますので、どうですかね、コメント欄でもしも、あの、手に入れた方とかいらっしゃったら、ちょっとコメント欄で、まあ、使い勝手ね、この1日2日じゃさすがにわかんないと思いますが、とはいえ僕も、 あのこちらのプロ,あのプロスタアの方でね、えー、やっぱりこのチルトの感じとか、ちょっと立ち上げて、こう、背面でね、フォーカスの食いつき具合、いや相当いいですね。あの、どうなんだろうね、パナソニックの血入ってるんですかね、アルゴリズム的なところは、うん、S5M2 の血が入ってるのかな、みたいな感じはしましたけどね、パーッとこう、長方形で、いろんなところをカッカッカッと認識して、っていうところとかもね、うん。 いやあ楽しそうですね。それはそれで。ただね、この本当に負け惜しみとかじゃないですけども、それこそ、ちょっと渋滞してるんですよね。まあこれ、m 1ムモノクロも、実際のところまだちょっと、自身がね、まだこれの持つポテンシャルみたいなところも、ちょっとこの、まだまだ引き出せてないっていう感じなんですよ。結構取ってるんですけどもう、うまあちょっとね、最初にこの、あの、 レンジファインダーのズレがあったので、そこでえ調整に出していた関係もあって、どれぐらいかな何日かはちょっとあのない時期はありましたが、とはいえもうほぼ1ヶ月ぐらい ?1 ヶ月でもないかんどのぐらいだろうまあ結構、1ヶ月は使ってるかなカラオブ関西の帰りにそのまま、撮影の帰りにもう受け取った気がするので、まあ1ヶ月ぐらいは使ってるか。いやー、ちょっとまだまだそこが見えないですね。モノクロームの写真が今非常に楽しくて、っていうところもあり。 なので、また次、モノクロムが一番楽して、ちょうど Q3 が来て、で、また色の世界に帰っていくみたいな、そんな感じにもなるかなっていうところもありますのでね、実を言うと、あの今度はカラブ関西の動きもちょっとせねばならずっていうところもありまして、若干の、えー、ね、今始まったばっかりなんですけども、あの、ライカのね、あのゲーズ、ゲーズ、写真展ゲーズはね、でもですが、まあ、 次々って言いますか、まあ今年は本当にあ忙しい状況、もう本当にね、幸せ、嬉しい日々なんですか、忙しい分もありまして、次はちょっと今色彩の世界にそろそろ入っていかなきゃなと、撮影してるのは M11 モノクロームでモノクローム世界なんですが、えー、写真集を構成していったり、ナイトナイトの配置っていうところはもうバーンとし、もう目にドーンと入るような視覚効果の、あの色彩の世界をやっていくっていう感じで、日々ね、そういった意味で、 あのー、自身で刺激的な環境を作り出せているっていうことが非常に楽しいなと思っておりましてぜひともそちらも合わせてね、まあ、まずはですがぜひともなんとか東京に皆様お越しの際あとは例えば今日昨日とかおと、えー、まあ、来ていただいた方もね何度でもお越しいただいて、えー、写真展ね見ていただいたり今日も、まあ、多くの方にお越しいただきましたが、えー、トークショーでね やっぱライカちょっと気になるなっていう方々、いつかはやっぱ行くかとか、いやもう行っちゃおうかなとか、もう来ている方々がね、もうぐわんぐわん揺れてましたね、やっぱりね。まあいいものはいいよねって。特に、まあ当たり前ですがショップなので、ずらっと Q3、Q2、M11、SL とかってパン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 って代表的な機種が並んでいるわけですけども、SL2 か SL2S かな。皆さんね、こう持っていく中で、いや、これはっていう感じで、こう結構、 いらしてる方も、ちょっとこう、じわーっと、こう、こういう感覚とかね、うん、震えてる感じの方も、かなりいらしたな、ということで、結構楽しかったので、トークショーと言わずとも、何らか、またちょっと企画を考えてね、3ヶ月こちらやってますから、また皆さんと集って、 まあやっぱライカーいいよねと言いますか、楽しいよねとか、こうざっくばらんに皆様と過ごせる機会っていうのを、また、あの、僕自身が楽しかったので儲けようかなと思いますので、まあ今、具体的にいつやるとか、えっと、どういうことやるっていうのは、まあ、昨日の今日でまだ思,あの思い浮かんではいないんですけれども、あの、ぜひともこう、写真の販売とかもしてるんですよ。今回、あの、展示してる作品のね、一点物っていう形で、 えー、販売しているのでその辺のまあなるべく土曜日とか在庫してちょっと僕の作品買ってみたいな気になるなとかそういった方がいらっしゃればぜひともそういう形でご相談いただいて皆様の日常の一部として、えー、僕の作品がね皆様のお手元に届くっていうのも嬉しいかなと思っておりますのでぜひともまた、えー、在庫する際にそこに合わせてたまたまタイミングお時間ございましたらぜひそういった写真作品購入のねご相談とかもいただけたら 嬉しいかなというふうに思ったりしておりますし、ぜひとも、えー、皆様の、まあ、まあ、なんていうのかな、寝て起きてじゃないですけど、生活の一部として自分の写真が共にあるっていうのは本当に嬉しい行為なんですよね。本当、写真家妙に尽きると言いますか。なので、ぜひともね、お買い求めいただけたら嬉しく思いますし、えー、取り急ぎ、Q3 は、えー、当日ゲットはならずっていう感じで、秘報って言えるのかな。まあ、げんほご報告ぐらいにすごかなっていう。 あんまり自分の中でも本当に秘宝って思ってないんですよね。これ本当、その、ま、あの、なんていうのかな、こう無理してるとかじゃなくてっていう、そのぐらいの気持ちなんですよ。それぐらい、まあ、立て込んでるんですよね。やっぱ M11 モノクロームの破壊力はちょっと自分の中ですごすぎて、まあきっと、えー、新マエストロ4を積んだ q 水の描写もすごいんだろうなと思いますが、来たら来たでね、も、ま、う、あ、多分、あの、キャッキャッするとは思いますが、来たら、その来たタイミングで、 キャッキャしようかなと思ってる次第でございます。というところで、今日もスカイいカ方のお過ごしください。西田太郎でした。どうも